日本語能力試験聴解 N2。 これから N2 の聴解試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番。大学で女の学生と男の学生が話しています。女の学生はこの後何をしますか？ねえ、経済学のレポートもう書いた？うん、まだ途中。来週の水曜日だよね、締め切り。私、レポートの参考資料が見つからなくて困ってるんだ。インターネットでちょっと調べてみたんだけど。僕は先生の言ってた経済学入門って本買ったよ。最初は僕もインターネットで調べて書こうと思ってたんだけど、やっぱりうまく書けそうになくて。それ、今持ってる？うん、持ってるよ。これ。ねえ、悪いんだけど、一日だけ借りられない？ああ、今日僕もこれ見ながらレポート書くつもりだから。この本、図書館にあったから借りたら？そっか、行ってみる。うん。授業のノートも結構参考になったよ。うん、そうだね。私もノートは見てみたんだ。ありがとう。女の学生はこの後何をしますか？2番。会社で男の人と女の人が出張について話しています。女の人はこの後何をしなければなりませんか？出張はもう来週だな。出張に持っていく新製品のサンプル届いた？いいえ、それがまだなんです。今週中には届くことになっておりますが。それじゃ不安だな。もう一度工場に電話して確認入れといて。はい。それから製品紹介の資料、前回は分かりにくいって言われた部分があったじゃない。あそこを直した？はい、修正して机のところに置いておきました。今度はお客様に好印象を持っていただけると思います。あ、そう、ありがとう。後で見ておくよ。飛行機のチケットは取れてるよね？はい、予約してあります。女の人はこの後何をしなければなりませんか？3番。電話で女の人と男の人が話しています。女の人はこの後どうしますか？はい、もしもし。遅れてごめん。今どこ？映画館の前。でも今日休みみたいだよ。え？どうしよう。ごめん、調べときゃよかった。10分くらい歩いたとこにもう一つあるけど。うん。そこはどうかな。そこはやってると思うけど。わかんないけど、とりあえず行ってみる？じゃあ、先行ってて。場所わかるよね？え、わかんないよ。ここで待ってる。でも寒いから、いつもの本屋に入ってて。わかった。
喫茶店の下のところだね。じゃあ、後で。女の人はこの後、どうしますか？4番。お年寄りの介護施設で、女の人が男の人に仕事の説明をしています。男の人はこれから、まず、何をしますか？おはようございます。本日は、ボランティアに参加していただいてありがとうございます。最初に、お願いすることを簡単に説明しますね。はい。今日は、木村さんのお世話を手伝ってもらいます。木村さんは車椅子をお使いなので、部屋の移動の時には車椅子を押してください。はい。散歩がお好きなので、午後にでも一緒に庭に散歩に行ってください。はい、わかりました。車椅子を押すのはあまり慣れていないんですが。では、木村さんのところに行く前に練習しましょう。ありがとうございます。それから、昼食の時は隣に座って、食事のお手伝いをしてください。はい。それと、帰る前に、一日の記録を、このファイルに書き込んでください。よろしくお願いします。男の人はこれから、まず、何をしますか？5番。会社で女の人と男の人が研修会について話しています。女の人は参加者リストをどのように直さなければなりませんか？明日の研修会の参加者リストのことなんですが。ああ、あれね。取り消しの人はいないんだけどね。今日参加を申し込んできた人がいたから付け加えておいてくれない？はい。それから、あのリスト、参加者に配るんだったよね。はい。プライバシーの問題があるから、メールアドレスは載せない方がいいんじゃない？あ、それは今回、全員から許可をいただいてます。ああ、そう。はい。リストの順番は、名前のあいうえお順にした方がいいでしょうか？いや、それはいいよ。はい。では、打ち直してお持ちします。じゃあ、よろしく。女の人は参加者リストをどのように直さなければなりませんか？問題2。問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番。会議で男の人が説明しています。男の人は新しい商品についてどうしたらいいと言っていますか？本日は新商品のチョコレートについて事前調査の結果が出ましたのでご報告いたします。販売価格については適切であるという評価をいただきました。
箱のデザインは他に似たものがなく個性があるということでしたが、味については少し甘すぎるという意見が多く、甘さを抑えるなどの対応が必要となります。商品名は評判が良く覚えやすいということでした。男の人は新しい商品についてどうしたらいいと言っていますか？2番。会社で男の人と女の人が話しています。二人は部長の家に持っていくものをどうすることにしましたか？今度の土曜日は部長の家でランチパーティーだね。部長の奥さん、料理上手らしいね。うん、楽しみだね。そうそう、一緒に何か持っていかない？ケーキか何か買っていこうか。いや、奥さん、お菓子作りもお上手だって聞いたよ。お店のケーキを持っていくっていうのもちょっとね。娘さんが喜びそうなものをプレゼントするっていうのはどう？それがいいね。部長に聞いても何も持ってこなくていいって言うからね。じゃあ今日私が探して買っとくね。二人は部長の家に持っていくものをどうすることにしましたか？3番。会社で男の人と女の人が話しています。男の人は何が良くなかったと言っていますか？ああ、部長に怒られちゃったよ。どうしたの？会議に遅刻でもしたの？いや、部長に頼まれてたお客様への連絡を忘れてたんだ。すぐに連絡すべきだったな。そうだったんだ。最近、いろいろと責任の重い仕事が増えてきたから、気をつけなきゃね。そうだね。あ、明日の会議の資料、すぐに作らなきゃ。忘れないようにって。ちゃんとメモしたんだった。メモするのって大事だよね。でも私、メモが多すぎてよく見逃すんだ。一つ一つチェックしないとね。うん、そうだね。男の人は何が良くなかったと言っていますか？4番。引っ越しの会社の人が女の人と話しています。小さい赤い箱にはどんなものを詰めたらいいですか？小さい赤い箱です。この度はお引っ越しのご依頼ありがとうございます。お世話になります。今日は引っ越し用の箱をお持ちしました。色は赤と青、2色あります。赤はすぐに使うもの、青はしばらく使わないものというように使い分けてください。はい。それから
サイズは大小ご用意しております。本やお皿など重いものは小さい箱に、衣類など軽いものは大きい箱にお詰めください。ああ、そうですか。工夫してあるんですね。小さい赤い箱にはどんなものを詰めたらいいですか？5番。会社で女の人と男の人が話しています。男の人はどうして残業をしていると言っていますか？お疲れ様。あれ、今日残業？頑張ってるね。会議の資料あともう少しで完成するんだ。あ、昨日作ってた資料？来週休暇取ってるから今週中にやりたいんだよね。今週中って明日しかないじゃない。部長には休暇明けでもいいって言われたんだけど、でも仕事のことが気になって、せっかくの休みを楽しめないくらいなら今やっといた方がいいかなって思って。まあそりゃそうよね。男の人はどうして残業をしていると言っていますか？6番。電話で女の人と男の人がカメラの修理について話しています。男の人はどうしますか？もしもし、こちらカメラ修理センターです。山田さんのお宅でしょうか？はい。先日お預かりしたカメラですが、調べましたら部品の一部が壊れていまして、交換が必要だと分かりました。部品の交換には1万円かかりますが、いかがいたしましょうか？え？まだ買ったばかりだから保証期間中じゃないんですか？それが、今回のケースは申し訳ございませんが、保証の対象外となります。修理が必要かどうかお調べした費用3000円につきましては、無料とさせていただきますが。そうですか。もしこのまま修理しないということでしたら、お預かりしたカメラをご自宅にお送りすることもできますが。あ、それはいいです。気に入ってるし、まだ使いたいから。じゃあ、お願いします。男の人はどうしますか？ここでちょっと休みましょう。では、また続けます。問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。
この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番。俳優がインタビューに答えています。この映画では、初めて登山家の役をしました。撮影の時、危険な場面は専門の人に頼むことが多いんですが、私は全部自分で演じました。私は登山はやったことがなかったんで、撮影に入る前から体力作りに力を入れ、プロの登山家にもアドバイスを受けながら実際に山で訓練を重ねました。セリフを覚えるよりも大変でした。俳優は何について話していますか？1登山家になるために大切なこと。2毎日しているトレーニングの内容。3映画監督から受けたアドバイス。4映画の撮影で苦労したこと。2番。テレビで女の人が話しています。今、女性の間で紅茶がブームになっています。いろいろな産地や種類の紅茶を揃えた店も随分増えました。お店で好きな紅茶を買ってきて、家でゆっくり味わうというのもいいですよね。美味しい紅茶を家で楽しむには、いくつかポイントがあります。まず、ポットやカップを先に温めておいてください。そして葉の量は正確に。また必ず熱いお湯を使ってください。そうすればご自宅でも専門店で飲むような美味しい紅茶を飲むことができるでしょう。女の人は何について話していますか？1紅茶の産地や種類。2カップの選び方。3紅茶の入れ方。4紅茶の専門店。3番アナウンサーが男の人に子供が読む本についてインタビューをしています。今日は作家の山田先生に子供が読む本を大人が選ぶことについて伺います。この点について反対する人もいますが、先生はどう思われますか？そうですね、僕は子供の頃親が買ってくれる本が面白くなくて読書があんまり好きになれませんでした。だから子供には自由に本を選ばせるべきだと考えていたんです。ただ最近は本の種類が多すぎて、本を読みたいと思っていてもどの本を読んでいいかわからないという子供が多いと聞きます。ですから子供のうちは大人が導く必要があると思います。男の人は大人が本を選ぶことについてどのように考えていますか？1以前も今も賛成だ。2以前も今も反対だ。3以前は賛成だったが今は反対だ。4以前は反対だったが、今は賛成だ。
4番。大学の先生が講義で話しています。先日、東島という豊かな自然が残る小さい島に行ってきました。この島には多くの猿が住んでいます。猿は森で果実などを食べて生きていますが、最近観光客が持ち込んだものを食べて喉に詰まらせたり病気になったりする猿が増えています。例えば菓子袋やプラスチック容器、ビニール袋などが原因として指摘されています。このような私たちのちょっとした行為が動物をはじめとする自然に対して思わぬ結果を招くのです。今日はこのことについて考えてみましょう。今日の講義のテーマは何ですか？1、島に住む猿の増加。2、猿が観光客に与える害。3、島の観光産業。4、人間が自然に与える影響。5番。テレビでアナウンサーが調査の結果について話しています。現在、多くの子どもたちが小学校や中学校の授業が終わった後、塾に通って勉強しています。これに関連して、先月、ある出版社が子どもたちの生活についての調査を行いました。これまでは、塾から帰る時間が遅いので、家族と過ごす時間がない、人気のテレビ番組が見られない、など、塾のデメリットを指摘する意見が多くありました。ところが、今回の調査では、違う学校の友達ができる、楽しく勉強できる、自分の居場所がある、などの意見が多く、子どもたちの意識に変化が見られました。調査の結果、どのようなことが分かりましたか？ 1、 学校への否定的な意見が増えた。2、 学校への肯定的な意見が増えた。3、 塾への否定的な意見が増えた。4、 塾への肯定的な意見が増えた。問題4。問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番。田中さん、次の会議ですが、いつがいいですか？1。じゃあ、予定に入れときます。2。ああ、その日はちょっと都合がつかないんですが。3。火曜の午後なら時間が取れますけど。2番。この間のキャンプ、一緒に来たらよかったのに。1。どうしようかな。2。行きたかったんだけどね。3。面白かったね。
3番。来るの遅いよ。もう時間ギリギリだよ。1。また遅れちゃったの？2。あと10分だけだよ。3。ごめんね、寝坊しちゃって。4番。山田さん、社長がお呼びですよ。1。すぐ伺います。2。こちらにおいでください。3。お待ちいたします。5番。今日はどこもすごい人混みだね。1。お祭りだからね。2。あ、ちょっと多すぎちゃった？3。もう捨ててきたよ。6番。この資料、今日中にコピーしてもらえると助かるんだけど。1。はい、お願いします。2。遅くなりますが、いいでしょうか？3。それはありがたいです。7番。こちらにお名前とご住所をご記入いただけますか？1。どなたに伺えばよろしいですか？2。結構です。お願いします。3。あ、すみません。ペンをお借りできますか？8番。あー、しまった。うちに財布忘れてきちゃった。1。鍵閉めなくちゃダメじゃない。2。大丈夫？貸そうか？3。え、警察に届けなきゃ。9番。この仕事の締め切りって、来週の金曜日でしたっけ？1。来週からですよ。2。締め切りますよ。3。そのはずですけど。10番。その計画は予算を考えるとやめざるを得ないな。1。十分な予算ですからね。2。じゃあ実行しましょう。3。ええ、仕方ないですね。11番。東京にいらしてもう長いんですか？1。あと3時間ぐらいでしょうか。2。いえ、3ヶ月前に来たばかりです。3。まだ30キロぐらいあります。12番。課長に連絡が取れ次第、至急戻るように伝えて。1。すぐ連絡します。2。
今お返しします。3課長が戻ったら伝えます。問題5。問題5では、長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番、2番。問題用紙に何も印刷されていません。まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。1番。先生が旅行会社の人と学校の校外学習について相談しています。今年の3年生の校外学習の行き先なんですが、去年行った植物公園は行ったことのある生徒が多いみたいなんで、できれば違うところに行ってみたいと思ってるんですよ。ああ、そうですか。今年も人数は80人ぐらい連れて行くんです。ここからバスで1時間ぐらいで行けるところだったらいいんですけど。そうですね。植物公園は去年評判良かったんですけどね。同じように自然について学習するのでしたら、動物公園も非常におすすめです。ただこちらからですと高速道路を経由して2時間程度かかりますので、そのあたり検討いただかないといけないかと思います。2時間は厳しいですね。工場見学も人気があります。雨が降っても大丈夫ですし、バスで30分ほどのところにある自動車の工場でしたら、車を組み立てる様子が見学できて人気です。工場内に自動車博物館もありますし、人数制限もありません。なるほど、いいですね。あと今回は難しいかもしれませんが、最近一番人気なのはパンの製造工場の見学なんですよ。500円でパン作りを体験して試食もできます。ですが人数に制限がありまして、50名までということになっております。そうですか。うちは80人ですから、やっぱりさっきのところにします。校外学習はどこに行くことにしましたか？1植物公園。2動物公園。3自動車工場。4パン工場。2番。家で母親と兄と妹が携帯電話の広告を見ながら話しています。何それ、携帯電話の広告？うん、そろそろ新しいのに変えたいと思って。今キャンペーン中で、この4種類の中から選べば今持っている携帯電話と無料で交換してもらえるんだって。へえ。何？1番は機能を限定したシンプルな携帯、電話しかできないのね。2番は電話とメールとそれからカメラ機能付き。3番も大体同じね。ちょっとデザインが違うけど。4番の携帯は最新型で機能もいろいろついてるね。テレビも見られるんだ、これいいじゃない。携帯でテレビは見ないな。メールはよくするけど。じゃあこれがいいよ。3番。僕も持ってるけど軽くて使いやすいし、それに水に濡れても大丈夫なんだよ。そっか、お兄ちゃんと同じか。やだな。なんだよそれ。まあまあ、でも無料で交換してくれるんでしょ。じゃあやっぱり機能がいっぱいついてるのにしといたら、今は使わなくても後で使うかも。それもそうか。じゃあこれにしよう。
妹はどの携帯電話を選びましたか？1番の携帯電話。2番の携帯電話。3番の携帯電話。4番の携帯電話。3番。まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。3番。公園でアナウンスをしています。本日はご来場ありがとうございます。この公園には大きな広場が4つあり、それぞれにお楽しみいただけます。花の広場は桜の木が多い場所で、今ちょうど一面ピンク色に染まっています。ベンチやテーブルも多く、ピクニックにも最適です。もみじ広場には木がたくさんあり、秋になると紅葉がとてもきれいです。また大きな池があり、この時期池に映る木々の緑がお楽しみいただけます。緑の広場では馬に乗れるコーナーや小さな動物と触れ合えるコーナーなどがあります。青空広場にはバーベキューが楽しめる設備があります。お腹がいっぱいになったら芝生の上でのんびり寝転がってみてはいかがでしょうか。どこに行く？バーベキューも楽しそうだけど、今日はお弁当持ってきたからベンチとテーブルがあると食べるのにはいいけど、ちょっと人が多そうだね。そうだね。お弁当はベンチがなくてもどこでも食べられるよ。それより僕は馬に乗りたいな。うん、いいね。でもそれは食べてからにしようよ。じゃあそうしよう。ねえ、お昼は池を眺めながらっていうのはどう？うん、いいね。じゃあ行こう。質問1。二人はどこで昼ご飯を食べますか？質問2。二人はお昼を食べた後、どこへ行きますか？これで聴解試験を終わります。